マスです。今回は前回のプレゼント企画の抽選当選者発表をしたいと思います。前回のプレゼント動画で決まった通り、今回のプレゼントはこちらプレデターフリックプラスに決まりました。抽選方法は、プレゼント動画でも説明した通り、すでにこちらサイズをランダムで買っているので、こちらのプレデターフリックプラスが欲しい方は、自分のサイズを、コメントしてもらっていたと思うので、そのコメントしてもらったサイズと買ってあるサイズが、あった人の中から、ルーレットで抽選していきたいと思います。そして今日当選した人には応募コメントに返信しますので、そこからインスタかツイッターかの DM で連絡できたらいいかなと思います。ただ期限として、自分からその当選した方に返信して、3日経過後も反応がない場合は、繰り上げ抽選という形で、他の方に譲りたいと思います。なのでその繰り上げ当選者も今日一緒に抽選していきたいと思います。今回のプレゼント企画では、128名の方が応募してくれたんですが、プレゼント動画でも言った通り、4名の方がインスタに直接連絡があったり、動画のコメントでも、違うスパイクの何センチをくださいっていう方がいたので、今回は応募方法、応募条件があった人の中から、抽選で選んでいきたいと思います。そして今回買ったこちらプレデターフリックプラスのサイズが、27センチということで、24名の方がその27センチに応募してくれたので、その24名の方でルーレット抽選をやっていきたいと思います。24名で抽選をしていこうと思うんですが、8名ずつ3ブロックに分けて、各ブロック2名ずつを選んでいって、計6名で最終的に1人を決めていきたいと思います。そして先ほども言った通り、その当選された方から連絡がない場合のために備えて、繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。それでは抽選を始めていきたいと思います。今回もこのタブレットでルーレットをしていきたいと思います。では応募してくれた方の名前を書いていこうと思うんですが、今回も応募してくれた順に名前を書いていこうと思います。では第1ブロック、抽選2名決めていきたいと思います。回していきたいと思います。このブロックから、1人目この方になりました。では2人目を選んでいきたいと思います。ではこちらのブロックからは今の2名の方が進出という形になります。では第2ブロックの抽選をやっていきたいと思います。では、このブロックからも2名選んでいきたいと思うので、ルーレットを回していきたいと思います。このブロックの1人目はこちらの方です。ではもう1人選んでいきたいと思います。ではこのブロックは今の2名の方が進出という形になります。では最後のブロックの抽選をしていきたいと思います。では最後の3ブロック目、また2名選んでいきたいと思います。
では、このブロック一人目はこの方です。では、二人目を選んでいきます。では、このブロックは今の2名の方が、進出という形になります。では最後に、先ほどの各ブロック2名ずつ6名の方で最終的に当選者を選んでいきたいと思います。ではこの6名で決勝当選者を決めていきたいと思います。では回していきます。では今回のプレゼント当選者はスパイク好きサッカーさんです。先ほども言ったように、こちらの方から、期限3日以内でも返信がない場合は、繰り上げ当選という形にしたいと思うので、その繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。では、繰り上げ当選者抽選を始めます。では繰り上げ当選者はこちらキーパー大好き少年さんになります。では今回のプレゼント企画は以上になります。当選されたスパイク好きサッカーさんにはプレゼント動画の応募コメントに返信しますので、そこからインスタか Twitter か DM でやり取りできたらいいかなと思います。その返信から3日期限経過後も応答がない場合は、繰り上げ当選者のキーパー大好き少年さんにお譲りしたいと思います。今回はゲームで当たったこちらプレデターフリークプラスをプレゼントになったんですけども、他にもコパセンスプラスや X スピードフロープラスもまだ残っているので、今後そのプレゼント企画もできたらいいかなと思いますし、スパイク以外にもトレーニング用品だったり、ユニフォーム、ボールとか、ヒーグローとか、できたらいいかなと思います。とまた逆に欲しいスパイクだったり、トレーニング用品だったり、ものがあればコメントとかで教えてくれたら嬉しいかなというふうに